張ですか。はい。なのであんまり寝れてないですけど、まあ、2時間も時間なんで、もうとりあえず準備して。そうですね。まあ行きたいと思います。で、なんだっけ。いや、準備しろって。準備やばい、時間やばい。ただいまの時刻6時40分ぐらいかな。40分、何分、44分。やばいやばい、時間やばい。普段あんまり緊張しないですけどね、今回はさすがにスーパーフォームが乗ったら乗ったんだから、ちょっと緊張しちゃってる。昨日は有言実行しましたね。とりあえずね。土曜日の土曜日の時にトップ取ってればいいっていう話してたからね。モチベーションがいいって言ってたのに、緊張して寝れなかったら意味ないけど。いや、これがさ、いや、もしかしたらすごいこう2位3位とかでね、逆に変に終わってたら、逆にすげえ緊張してもう全く一睡もできないみたいな状態になってたかもしれないから。まあ、じゃあ5時間寝れただけ。そうだね、5時間ぐらいは寝れたから、まあいいとしましょう。これ何年もスーパーフォームラやってて、もちろんドライバーとしては有名だけど、やっぱスーパーフォームラ勝てなかったりするから、こんな甘くはないよね。ボール取るのもそうだし。ドルチェ&ガッパーナーじゃなくて、やってる場合じゃない。ここでトラブル発生。新品のグローブが不良品だった。グローブを取り替え、車両に乗り込む。初の予選に向けて精神を統一する。結果は4位。ホンダ勢としては唯一 Q3 に進出を果たした。
戦終わってですね、まあ、この予選、まあ、Q1、Q2、Q3 と、まあ、すごい路面がの温度が高くて、まあ、ホンダ勢がちょっとね、あの全体的に落ちた形になったんですけど、まあ、その中でも、1人だけ Q3、残れましたし、まあ、順位的にも結果的に4位を取れたので、まあ、とりあえず今できる最大限はできたかなと思います。ただ、決勝は、もう少しペースは必要だと思いますし、いろいろ改善しなきゃいけないと思うので、決勝に向けて、まあ、チームといろいろミーティングして、少しでもいい順位で終われるように頑張ります。バイバイ。約5ヶ月遅れの開幕戦、猛暑の中、多くの観客がサーキットに足を運んだ。グリッド上では緊張の素振りはない。監督とエンジニアと最終チェックを行う。ここで突然、大湯が消えた。ピットの中は緊張感が高まる。そしてオールレッドスタート。接触とスロー走行になった大湯は急遽ピットイン。オープニングラップでのトラブルに騒然とするピット内。接触のダメージの復旧と状況確認が行われる。スロー走行の原因は誤ってピットレーンリミッターを押してしまったことだった。なんとか再スタートするも、その後大湯がこのレースで挽回することはなかった。前日とは打って変わり、取材陣に囲まれていたのは大湯ではなかった。残念でしたね。
何も言えない。オープニングラップで終了してしまうというまさかの事態。そんなはずじゃなかったんですけど、まあね、ちょっといろいろ不手際があって、奥の方のヘアピンのバックストレート手前のヘアピンで、まあ、失速してしまい、その後は60キロぐらいでずっとヘッドロードまでゆっくり走行したレースとなってしまいました。チームとしては、まあ、次に向けてもう切り替えられてます。僕もそうですけどね、チームとしては切り替えられてて、次に向かって何していくかっていうのも大体決まってきてるので、次の岡山での第2戦がすごい楽しみかなと思います。で、まあ、今回は予選もすごい調子良かったし、まあ、決勝のペースというか、ピットロードね、入ってピットアウトした後のペースとかも、そこそこ思ってたより良かったので、まあ、いいとこはいいとことして、抑えておいて、今回課題に残ったところはもう少し改善していきたいなと思います。非常にショック、めちゃショック。本当はさ、表彰台でさ、こうなんかさ、まあ、今回トップは多分厳しかったから2位とか3位とかを目指してたんだけど、まあ、こうやってね、表彰台乗ってやったぜっていうのを取るはずだったのに、そもそもオープニングラップで消えるという、取れ高なし。応援してくれた人本当にありがとうございました。予選とかもそうですし、決勝も、まあ、旗とかも振ってくれてる人いたし、もう本当になんかね、走ってても応援が聞こえてくるようでした。まあ本当はファンの皆さんにちょっとでも近づいて、頑張ってる姿をお見せしたかったんですけど、まあこういった状況なのでね、仕方ないかなと思います。はい、ということで、今回も65号車、ありがとうございました。皆さんまたね、バイバイ。